それだけはレース展望です。この時間は6月17日金曜日、その気ないたの展望を行います。解説は報知新聞の倉田正樹さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日木曜日の開催が終わりました。なんといっても今日は三熊山特別 JRA 交流戦、女性ジョッキーが3人集うということで注目を集めましたね、はい、そうですね、はい、はい、パドック行く前になんかいろいろ話はしたみたいなんですけど、うん、そうですね、はい、3人揃って、ね、一緒にパドックに現れるんですね。そうですね、現れましたね、その時にいろいろレースの話もしたらしいんですけど、ね、いい刺激を受けたって佐々木セレイ選手は言ってましたんで、はい、まあ、中身の濃い話だったと思いますけど、ですよね、はい、なかなか一緒に、ね、こう会って喋るってことはできないと思いますんでね、いい交流が、ね、これからも生まれていくかなと思いますが、まあ、勝ったの長嶋愛美騎手で、まあ、言ってみれば里帰りのようなものですから。そうですね、もう皆さんの知ってる人の前で勝てたのは嬉しいって言ってたんで、はいはい、よかったですね。ファンからもお帰りっていう声が、ね、飛んでましたけれどもね、はい、これで、まあ、去年のヤングジョッキーシリーズの勝利に続いてですから、はい、ここ園田で、ね、連勝ということにもなりましたしね。お父さん長嶋太郎調教師と一緒に、ね、はい、写真撮影にも応じてたんですね。そうですね、なんかお父さんが言ってたのがすごく印象的ね、微笑ましかったですね、はいはい、さあでは明日の金曜日参りましょう。展望です。全部で12レース11レースと10レース2つ展望いたします。まず11レースは水無月特別 A1 A2 混合戦です。8番踏み立つティンクルだけが A2 で、その他はオープン馬です。8頭立て1700メートル、印こうなりました。まあ、やはりと言っていいでしょうかね、1番のマイネル雪椿本命です。まあ、中央6勝馬、その実績そのままに前走移籍初戦きっちり勝ちましたね。そうですね、やはり強かったですね、はい、JRA を元オープン馬というもう走りで、ね、力強く最後栄新ガネシアとの叩き合いを制してですけどね、うん、まあさすがだと思います、はい、今回58キロとまたさらに前走から1キロ増えるんですけども、それでももう530キロ台の馬体なのでね、はい、そんなに影響はないと思いますし、うん、前走の勝ちっぷりからしてもここは負けられない一戦だと思います。はい、58キロに金量は1キロ増えるという中でも本命ということです。で、対抗が3番ステラーモナークです。復帰2戦目ということになります。どうですか。そうですね、前走はちょっとスタート直後に行き足つかなかったんでね、うん、度外視していいと思います。もう自分の形に持ち込めなかったのでね、仕方がないと思うんで、はい、理想としてはやはり逃げるということで、栄新男爵もいるんですけども、内寄りの3番はこう生かしてスムーズに、うん、先頭を取れば力はありますので、押し切りまではいかないですけども十分逃げ粘る力はあると思いますので、はい、対抗にしました。まあ、ここは重賞5勝馬ということで ね、ステラモナーク、まあ、牝馬ですからこの1007使ってきたというのはこの後のサマークイーン賞ちょっと意識しているかもしれないですね。 そうですね、はいはい、それからあと三角印、黒三角が5番シェナキングということです。こちらは前走2着で今回ついに小馬のオープン上がってきましたね。そうですね、ようやく小馬のオープンに上がってきたということで、はい、まあ、切れ味に関しては言えば上位マイネル雪椿ステラモナークに関し、うん、とも引けを取りませんし、オープンだからといって何ら身を取る点もないので、十分自分の力を出し切れば馬券圏内に十分突っ込んでくるんじゃないかなと見てるんですけども、はい、3歳重賞2勝馬というね、はい、シャナキングです。それからあと白三角ですが、2番エイシンナセルは3走前に長めの距離2着があった馬です。はい、まあ、オグリンキャップ記念にも2走前使ってます、はい、その前も頑張ってますのでね、展開次第ではありますけども、うん、もう切れ味、姉妹の切れ味というのはさ素晴らしいものがありますので、一発あってもおかしくないんじゃないかなと見てるんですけども、去年の園田金牌3着はちょっとあっと言わせる素足使いましたんでね、はい、うん、それから4番ユーキラフェールです。こちら牝馬叩き2走目、はい、こちらも叩き2走目ということで状態も上向いてますし、前走でも37秒2といういい上がりで駆け抜けてますんでね、ここも壺にはまれば一発あるんじゃないか、十分上位争いに食い込んでくるんじゃないかなと思うんですけども、はいはい、こちらも来月のサマークイーン賞を意識して、ね、ということになりますね、はい、それから6番栄新男爵です。こちらね、重賞で4着10着、まあ、前走ちょっと大きく負けましたけれども、まあ、前走はもう距離じゃないかなと思うんですけどもね、はい、ここも スムーズに好位取り付ければね、面白いんじゃないかなと思うんですけどもね、決して前走出来落ちということもないのと思うんでね、はい、1700m で改めて見直してみたい一頭です、はい、では印から今度はフォーカスへと参りましょう。ここは1番マイネル雪椿頭固定で、2着のところにステラモナークとシェナキング、その他の印の馬を3着につけてということで8点買いとしてまとめていただきました。
まあ、ここはステラモナカが逃げると見ますか。そうですね、うん、あのまあ、新男爵も行きたいとは言ってるんですが、はい、やはりまあ枠の差でどうしてもあのステラの方がまあゲート5分なら行くんじゃないかなと見ています。はい、11レース水無月特別のスタート7時55分です。ではその一つ前、10レースの展望です。こちらは小馬の B2 戦、1400m12 頭、印こうなりました。本命まず5番のサンライズシップです。前走 B1 勝ったんですが、3ヶ月半休んでいる間にクラスが下がりました。まあ、したがって筋量は57キロということですが、まあ、実力上位ですよね。そうですね、もう力的に言えばもう力上位ですし、はい、あの昨年12月にはこのクラスで57キロを背負って勝ってますので、ね、うん、そうですね、そういった意味であの実力を評価したいです。まあ、休み明けになるんですけども、あの、まあ、農研に乗った川原騎手もあのそんなにあの悪くはない動きだったんで、あの、初戦からいけるんじゃないかというようなことも言ってますのでね、はい、そういった意味で底力に期待しています。はい、で次が2番の里のパーシバルです。まあ、以前兵庫に在籍して3連勝を飾って中央に戻った馬なんですけれども、中央ではちょっとまた結果出せずにまた兵庫に復帰となりました。ただまあクラスがね C2 から一気に B2 ということで上がるんですね。そうですね、あの、まあ、クラス上がるんですけども、あの C2 での内容がすごく良かったのでね、はい、あのその他のババ、こういう深いババの方がこのまあ持ち味出せるんじゃないかなと見てますけどもね、まあ、ディープインパクトの3区はその他あんまり走る傾向はないんですけども、うん、この馬の走り見てたらそうでもないのでね、はい、ここで、まあクラスは上がりますけども、また再出発という意味を込めて、あの対抗にしました。はい、それから黒三角8番ラインポラリスです。ここ2走2着3着と好走を続きました。まあ、前走出遅れながらも最後寄ってきましたね。そうですね、あの、まあ、このクラスでも十分やれる力はありますんでね、まあ、前走よりかはまあ今回は前の位置が取れると思うんでね、はい、そういった意味ではあの人気馬が比較的前に行くと思いますんでね、うん、それを睨みながらタイミングよく吉村騎手が仕掛けて、あのまた上位争いに出てあの加わってくるんじゃないかなと思いますけどもね。はい、はい、であと白三角3頭ですが、まず3番桜トップクロス、昇級して2着3着、まあ、共に逃げ粘りという競馬、明日も行くと見ますか。そうですね、もう行くと思います。はい、はい、そういった意味では自分のペースで運べればあの十分怖い1頭ではありますけどもね。はい、はい、それから4番天満大ウェーブ重賞ホースですが、2走前復活の勝利を挙げて前走5着でした。そうですね、前走はまあやはりちょっと1キロの筋量増が響いたかなという感じがしますんでね、56キロに戻ってあの、まあ、また内枠ですんでね、あのスムーズにインをついて最後伸びてくるような展開になれば怖いですよね。はい、うん、もう1頭6番成田エストレジャにも印入りました。ここ3、4、4着と、まあ、堅実には来ているということですけどもね。はい、そうですね、まあ、あともう一伸び欲しいところですけども、まあ、本当にこのクラスではあの姉妹確実に伸びてきますんでね、はい、あの主導権争いがもつれるような展開になってくれば、うん、あのひょっとしてで大掛けという可能性も秘めたまだと思ってます。そうですか、はい、あの11番グローバルビジネスが昇級戦勝って ね、前走も3着と人気集めそうですけども、そうですね、ちょっと印が回らなかったんですけども、2キロ減ということでね、うん、あの楽しみな1頭ですけど、はい、だんだん印は回らなかった。あ、そうですか。はい、それだけまあちょっとここは紐 あれと言いますか、なんとか買いたい馬がいるレースだということですね。はい、そうですね、わかりました。ではフォーカスです。ここはまあ1、2着は2頭に絞ろうということで、はい、5番サンライズシップと2番サトノパーシバルで、その後3着のところに印を入れた4頭に流すという8点買いでまとめていただきました。10レースのスタート時刻は7時20分となっています。ということで見事にね、今日はあの飛山の水杯、はい、笠松の重賞レースで兵庫の Z パールがね勝利を挙げまして、はい、田中一向厩舎重賞2勝目となりました。まあ、田中一向厩舎もね、ニフティスマイルでね10勝2着4回とちょっと悔しいのを続けましたからね。はい、先週ちょっと悔しい顔をしてたんでね、ようやくという感じですよね。はい、まあ、しかもあのオグリキャップ記念に続いて笠松で2勝ってなかなか相性がいいですよね。まあ、Z パール自身ももう8歳になってるんですけども、はい、もう大事に使われてきてるまでね。そうですね、あの年齢の割にはあの数使ってませんし、まだまだ元気なのでね、あのまた JRA 相手にも頑張ってますんでね、はい、そういった意味ではまだまだ活躍を期待したいところです。この地元の重賞戦もありますので ね、期待したいところですね。はい、ここまで報知新聞の倉田正樹さんの解説でした。ありがとうございました。どうも失礼します。